忘れません。さあ、早く逃げよう。
けてください。逃がしてやる。やっと自由だ。道中気をつけよ。내기 좀 할 수 있다. 야구! 侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのです。あなたにお預けするべきですな。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。
よし。酒井の名はどう残るのだろう。対馬の英雄か、罪人か、忘れ去られるか。尋常に勝負。あつちゃさ、テリンヘフベン。
Yeah.
ために作られた鎧の一部だ。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。鎧を整えてもよろしいでしょうか。いかがです、鎧は見つかりましたか。猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね、わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。叔父上が見たら何と言われるだろうな。酒井様、いかがなさいました。範夫を探しておる。どこだ。炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。
兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個鳥ハーチは見つかったのか？この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。僧である前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ？小児砦に。そやつで間違いないのだな。必ず探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。お主は弟だ。兄の仇を討つ立場におろう。だが同じ鉄を踏むなよ。同じ鉄？あなたとこの戦で変わってしまった大勢の鉄だ。私もすでに変わっています。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか？その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。奴を見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ？わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ？砦が燃えておる。ノリオは何をした？バカイ様、お助けを。ああ、大変です。何があった？ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。
誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。俺を焼き殺す勇気があるのか。燃えろ、その罪ごと燃えろ、人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く。わかりません。火をつけた時奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。Mm-hmm.